はい、皆さんこんばんは、ルシファーです。ということでね、ルシファーがお送りするドラゴンボール Z カカロット、DLC 編後半、ブルーにね、なるということで、まあブルーには慣れたんですけども、あとはもうフリーザとやり合うだけっていうところなんですけど、私にしっかりと捕まってくださいね。ちょっと待て、地球には僕も行くよ。おや、ビルス様も行かれますか？もしかしてビルス様も一緒に戦ってくれるんか？いや、そんなことないでしょ。そんなことするわけないだろう。僕は破壊神だぞ。どこが壊されようと構えやしないよ。僕は地球の美味しいものを食べに行くだけさ。さっき言ったろ、小腹が減っているって。なんだ、そういうことかよ。それに本当は僕が戦うことなんて望んでないだろう。1対1でフリーザと戦いたいはずだ。君は図星ですね。おい、話はそれくらいでいいか。さっさと地球に戻るぞ。早くせんとブルマたちが危ない。トランクスたちがフリーザを倒してしまうかもしれんぞ。ああ、そうだな。それでは行きますよ。まだ地球が残っていればいいですけどね。脅かすなよ、ウィッサン。悟空、自分の瞬間移動の方が早いんじゃないのって思うんですけどね。で、到着ですと。はい、到着です。おい、この木は確かにフリーザの野郎だが。確かにとんでもなく強くなってやがる。グズグズするな、カカロット。行くぞ。わかった。そんじゃ、オラたち行くよ。サンキュー、ウィッサン。ビルス様。ええ、お気をつけて。ウィス、僕らは美味しいものでも食べに行くぞ。せっかちですね。で、この人らお金持ってんの？食べに行くのいいんですけど。ご飯の木はまだ大丈夫だが、少し弱まってるみてえだ。急いだ方が良さそうだな。じゃあ急ぎましょう。一気にね、型をつけましょう。なんですかね、フリーザさん、ゴールデンになれるんですかね。釣りとか岩とかいろいろ探したいんですけど、まあまあいいですが、今回はサクッと倒しましょう。はい。なんという強さだ、フリーザめ。この程度ですか、皆さん。準備運動にもなりませんでしたね。孫悟空が到着するまで遊んでいようと思いましたが、もう飽きてしまいました。ひどいこと言う。もしかすると私の力を知ってさっさと逃げてしまったのかもしれません。そんなことお父さんがするものか。貴様、孫をなめるなよ。来ない人に期待をするようでは終わりです。もうあなたたちには用はありません。ひどい。そろそろ殺して差し上げましょう。くそ、待てー。道義も変わってます。うぅ、なんとか間に合った。お父さん来てくれたんですね。遅いぞ、ソン。それにベジータ、遅くなってすまねえ。お前らは下がってろ、邪魔だ。俺のいない間によくもやりたい放題してくれたな、フリーザ。怒ってるよ。ようやく登場ですか。待ちくたびれましたよ、孫悟空。それにベジータさんも一緒だとは意外でしたが。貴様、この星に何しに来やがった。分かっているでしょう、復讐ですよ。特に孫悟空。あんたにね。
おめえまだナメクセでやられた時んこと恨んでやがったのか。当然です。あなたから受けた初めての敗北、死んで地獄に落ちた時も再び蘇ってからも忘れたことなどありませんでしたから。すごいね。この恨みを晴らすため私は帰ってきたのです。これまでしたこともない激しいトレーニングを積んで。あ、そう、それはよかった。おめえやっぱただもんじゃねえな。根っからの悪人でなかったらいいライバルになれたのによ。惜しいな。相変わらず私をイライラさせるような発言ですね。ベジータ、悪いが先にオラだけでやらしてもらえっか。どうやらフリーザーのやつも同じ気持ちらしい。いいだろう。だがもたもたしているようなら俺がやるぞ。サンキュー、ベジータ。おめえがオラをどんだけ恨んでるかは知んねえけど、地球はやらせねえ。今の私にとって地球など些細なことです。あなたに復讐できればそれでいい。本当無茶苦茶ですよ。このフリーザ様の新たな力に赴くがいい。ああ、でもめんどくさい。はい、もう終われ。ここまで腕を上げている想像していませんでした。おめえがトレーニングしてたみてえに、オラだって修行してたんだ。よいしょ。あ、レベル見るの忘れた。なるほど、あなたも随分と強くなっているようですね。おめえだってあん時に比べてかなり強くなってんじゃねえか。まあまあ、そりゃそうでしょ。よかったですよ、訓練をしておいてね。なるほど。なんか隠してんな。よくわかりましたね。念のためさらなる進化に挑戦しておいて正解でした。持ってつけねえで早く見せてみろよ。いいでしょう。それではお見せしましょう、私の新たなる進化を。あ、これでゴールデンだね。わかりやすく金色にしてみましたが、単純すぎましたかね。確かに安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言いましょうか。でもただ色が変わっただけではないのは分かっているようですね。ああ、ワクワクすっけど、ここまでとは思わなかったからちょっとドキドキもすんな。へえ、フリーザのやつかなり力をつけたようじゃないか。たかが復讐のためによくも努力したもんだ。さすがの悟空も今回はちょっとヤバいんじゃないの。フリーザさんのパワーアップは驚きましたが、悟空さんたちも決して負けていませんよ。まあね、ブルーですからね。よし、オラだってパワーアップした力見せてやる。交代だ。ひ、時間だ、変われ、カカロット。そんな、これからが面白いっちゅうのに。うるさい、ここまでチンタラやってる貴様が悪い。次は俺の番だ。だよ。何、次はベジータさんがお相手ですか。
あなたが私に勝てるわけないでしょう。それはどうでしょう。そうか、貴様は知らなかったな。俺様もなれるんだよ、伝説のスーパーサイヤ人に。さらにそれを超える存在にな。さあ続きをやろうぜ、フリーザ様よ。本当に貴様に勝てないかどうか試してみやがれ。少々驚きましたが、私があなたより上にいることは変わらない。思い知らせてあげますよ、宇宙の帝王たるこのフリーザの真の力を。なるほど、もう話が長いんだ。さっさとやろうぜフリーザさんよ。こっちが死んじゃう、危ない。強いフリーザさん、もういいですか。貴様はもう終わりだ。貴様の時代はとっくに終わってるんだ、消えやがれ。これ確か地球ものともぶっ壊すんじゃなかったっけ。バカめ、時代が終わっているのはお前らの方だ。何？ちょっと。あら、地球が。大爆発。地球が。面白いことするじゃないの、フリーザのやつ。地球ごと道連れにしちゃうとはね。みんな、フリーザはどうなっちゃったんだ。皆さんはご覧の通り木っ端みじんですが、フリーザさんは多分死んでいませんよ。あら、え、なんで。あいつは宇宙空間でも生きられるからな。考えたな。そんな、地球がなくなったっていうことはドラゴンボールも消滅してしまったっていうことだろう。もう元には戻れねえ。まあそういうことになるね。ちくしょーく、オラがさっさと蹴りつけときゃよかったんだ。じゃあ蹴りをつけますか。え、元はといえばお前の甘さが招いたことだ。さっさとフリーザを倒しておけばいいものを、お前は戦いを楽しみ油断していた。言われたことばっなんですかね。すまねえ。だから今度はそんな失敗をするなよ。フリーザをすぐにあの世へ送り返してやれ。今度はってさっきから何のことだ。私は時間を巻き戻すことができるのです。まあ巻き戻すと言っても3分前が限界ですが。時間を巻き戻す。これから時間を巻き戻せば地球が破壊される直前まで戻ることができます。あ、便利な機能。だから今度はフリーザを。そういうことだ。さっさと倒せば地球は破壊されずに済む。よ
かった。まだそんな手が残ってたんか。ただし今回は特別サービスだ。地球の美味しいものをなくすのは惜しいからね。さっきも言ったが、今度は失敗するなよ。あ、では時間を戻しますよ。いいですね。うん、頼む。わあ、どこまで戻るの？さあ、悟空さん、時間は戻りましたよ。戻った。キュン、イルスマ、ウシさん、俺行ってくる。はい、ということで、それと間に合わねえ。そこにいるっぽいね。このままじゃ地球がぶっ壊されちまう。ここだ。貴様はもう終わりだ。貴様の時代はとっくに終わってるんだ。2回目ですけどね。消えやがれ。何がおかしい？バカめ。時代が終わっているのはお前らの方だ。フリーザー、やっぱおめえとはちゃんとケリーつけとかなきゃいけねえみてえだ。これ以上の悪さはオラが許さねえ。こいつ、俺の考えを読んだというのか。おのれ、おのれ、おのれ、おのれ。また孫悟空、なんで俺の邪魔をする。お前はこのフリーザ様の前にいてはいけないんだ。そんなこと言われても。ああ、でも170なんだ。なんか別にそこまで強いわけじゃないんだね。あ、ダメ。おお、とりあえず邪魔よ。追撃入った。お、これで終わりかな。終わった。レベルサイズで100近いのに結構ダメージ受けた。強いわフリーザと。交代しろなどと言っていないぞ。お父さん、一体何が。実はさ、
やれやれ、みっともない話だ。破壊神が星を再生するなんて。いいじゃないですか。これでまた美味しいものが食べられるんですから。確かに。それにしてもあの二人、新しい力を完全にものにしたようですね。これなら本当にビルス様と互角に戦えるようになるかも。まあ二人が手を組めばの話ですけど。まあないやろ、ね、どうだかね。にわかには信じがたいが、時間の巻き戻しか。だが確かに奴ならできるかもしれんな。でさ、今回はなんとかなったけんど、俺は思ったんだ。最初から二人で組んで戦えばこんなピンチにはなんなかったかもしんねえって。ごめんだな、俺は俺の力で勝つ。他の力などいらん。よかった、俺もだ。やっぱ一人で戦えてよな。どういうこと。ほんと面倒なお二人ですね。帰るぞウィス。まあそれがあの二人にはちょうどいいのかもしれんな。かくしてフリーザ軍による侵攻は悟空たちの活躍によって終わった。地球に再び訪れた平和。もうしかし今日もまた悟空とベジータは激しい修行を続けるのだった。さらなる高み、最強を目指して。誰相手に言ってんのかわかんないからね。そして悟空とフリーザの宿命がこれでついえたかどうかはわからない。あ、これでクリア5ということで、また初めからできると。で、赤い神への挑戦が待ち受けておりますと。で、こっちでも未来トランクスが使えるようになりましたということでね、一応これで DLC コンテンツクリアということでね、なんかまだもう一つが出るみたいなんですけども、一応ね、追加コンテンツとしましてはまだもう一つ何かが出るみたいなんで、またこちらの方がね出たらやろうかなとは思ってるんですけども、ちょっとね実際やるかどうかはまだ決めてないんで、まあまあその時かなと思います。ということでね、今回の動画少しでも面白いと思ったら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あとですね、ゼニーがやっております地球防衛軍 4.1 並びにアンチャーデッドで、姉さんの方がやっておりますワンピース海賊無双4で、私とゼニーの方がやっておりますデモンズゲリラライブ、こちらの方ねバイオハザード1の方になっておりますんでね、こちらの方もぜひぜひよろしくお願いいたします。ということでね、今回はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。